えー、中小企業診断士山田があちょっと担当させていただきます。えー、本日は、えー、私あの埼玉県の、えー、中小企業診断協会の,、まあ、あの副会長をやっているんですけれどもその中でいろんな県の行政県のです、ね、事業等をやらさせていただいて、えーまあえー、県のスタンスであるとか取り組み、えー ですねまあ、それからそれの前提になるような国の今の考え方等を今日はご説明させていただいて、具体的なちょっと価格交渉、それから価格交渉後、どうして進めたらいいかというのをお話をさせていただきます。はい。いやちょっと着座で私の場合はちょっと進めさせていただきますよろししくお願いします。 では,は、初めにということで、えー、物価がまあ確実に今、高騰をしているというのは、もちろんね、ご存知だと思うんですが、えーまあ、日銀がです、ね、公表しています国内企業の物価指数というのがございます。まあ、2020年平均を100とした場合、今年の大体8月はです、ねまあ、いろんなものが大体120ぐらいになる。 要は20%ぐらいアップしてますよと。まあ、コロナのですねこの3年間でだいぶ経済停滞して、えーまあ、物価があ落ち着いてはいたんですが、このコロナが明けて、えー、やっぱ経済が活発化されたことによって、えー、インフレが進んでいるというのがこれが世界的な情勢です。まあ、それとあとです、ねえー、ご存知のようにウクライナ紛争が。 あって、えー、不安要素があるので、どうしても、えー、インフレ気味になっているというのもあるかなと思います。えー、で、えー、あと、今後、じゃあの、このインフレ、えーまあ、物価の高騰というのは下がっていくのかという問題ですけれども、えー、非常に難しい問題かなと思います。 日本の特にですね、これからの経済、社会情勢を見ていきますと、まず一つは生産労働人口というのが減ってきます。2017年に万人あ、生産年齢人口ですね、15歳から64歳のところが6530万人いました。これが2025年にはだいたい6082万人になる。 えー、約450万人減るという状況になってきます人手不足、人材不足がこれからはますます、うんえー、その差が多くなってくるという形になってきます。で、えー、その中でも、まあ、今朝の新聞とですね、えー、国のお、まあ、岸田首相が言い,い,い,いましたように、いわゆる、えー、パートさんの年収の壁。 106万と130万、これを何とか超えられるようにしてもらいたいという話がありました。これについては、一応、この3年間ぐらいの間にいろんな補助金、助成金を出してカバーしていくというお話でしたが、その先というのはほぼ期待できない。 というふうに思ってますので、そういう意味ではですね、やっぱり人件費というのはどんどん上がってくると。それからあともう、来週というかですね、この日曜、この土曜日ですね、10月1日からは最低賃金が上がります。今、埼玉県最低賃金というのが987円です。で、10月1日になりますと、これが1028円に。 上げざるを得ません。これ、最低賃金ですので、えー、必ず上げないといけない。パーツさん雇ってて、最低賃金に近いところのお企業様もいらっしゃるかなと思うんですが、ここを上げていかなきゃいけない。えー、この上げ幅で約4.15%になります。ですから、えー、今後、人件費だけでいうと、もう 4%, 4以上は、まあ、えー 初級含めても考えないといけないな。というそういう時代になってきています。あと人材不足人不足ですね、えー。ここどういう産業別でどういうところが大きいかっていうと、サービス業医療福祉卸小売製造業運輸。ここら辺が非常に人手不足になっています。ですから、ここら辺もどんどん人材、えー、賃金の上昇の圧力が変わってくると。 いう状況になってきますちなみにですね、ここにこう書いてあるのをクリックするとですね、えー、っと、でもこういうふうにあの該当するホームページのところが出てきますので、えー そこをまあ見ていただけると実際にどういう状況になっているかっていうのは明らかにできると思います。で今日はあのちょっと後ほどもお話し,しますけれども、えー、価格交渉の時にこういうデータをお使いになるといいかなというふうには思っています。また戻ります。 はいえー、続きまして、えーと、国の取り組みです、まあ。今お話ししたような物価の高騰がどんどん進んでくる中で、えーまあ、に政府の方はですは、ね、中小企業は適切に価格転嫁をしやすい環境を作るために、2020年5月にパートナーシップ構築宣言という、まあ、仕組みを作りました。 サプライチェーン全体の共,共存共栄と規模系列等を超えた新たな連携ですね、親事業者と下請け事業者との望ましい取引慣行ですね、の遵守を宣言し、本ポータルサイトにと掲載することで、まあ、各企業の取り組みの見える化を行いますということです。まあえー、こちらもですね、ここクリックすると、ちょっと今。 あの画面をお見せしますけれども、今、画面出てると思いますけれども、パートナーシップって何かっていうのが書いてございます。で、こういう公募要項とか案内チラシがあります。で、これを、じゃあ,あ、何か登録したら、 え何かあいいことがあるかっていうと、まず一つはですね、これ後で埼玉県の施策のところにも出てきますけれども、このパートナーシップ構築宣言をすることで、いろんなの補助金に加点であったりとか、いわゆる公共事業の入札に加点があったりとかっていうのがありますので、ま,あ、まだあの登録していない事業者様はですね、えー、ぜひ一度こう見ていただいて、えー、登録をして、えー、するといいかなというふうに思って 先ほどあの中田先生もおっしゃってましたが、今3万3000ぐらいですね、3万、これちょっと取ったのが2日みみえー、っと、ちょっと数日前だったので、3万2798社が今、登録してるとなってますけれども、えー、今、3万3000ぐらいを超しているかなというところです。またちょっと画面を戻させていただきます。 はい、であともう一つ国、国続きまして、次のページなんですが、えー、国の取り組みの2つ目としては、価格交渉促進月間というのをです、ね、設定しています。えー、これ、毎年9月、3月というのが、価格交渉促進月間というふうに、えー、国が定めて、思い切った、まあ、交渉と適正な価格転嫁をしましょうという形ですね。 で今、国のでだで大体転嫁率が、えー、47.6%ぐらい、まあ、高い割合で転嫁するとなると、えーまあ、4割弱ぐらいというデータが出ています。で、そこの下のところに、まあ、6割以上が価格交渉を申し入れて応じてもらえた。 まあ、発注側からの声掛けで交渉できたと回答し、4割が高い割合で価格転嫁できたと回答しています。で一方で、えー、脅威に応じてもらえなかったなどの回答が依然として、まあ、16%あると、またこのコスト上昇分全く転嫁できないなどの割合も増加するなど、まあ、二極化が、えー、進行していますよというのが今、現状ということです。 ですか、ね、ら、ぜひえっ、ー、と先ほどのお中田先生の話も含めて、価格交渉をお、まあえー、進めていけるように、準備をこうしていくといいかなというふうに思っております。えー、では、えー、今度、埼玉県内の、のまずは、まあ、中小企業の価格転嫁の動向おということで、これ、県のお、えー、アンケートですけれども、 埼玉県が令和4年12月19日から令和5年、今年ですね、2月15日にかけて、価格転嫁に関する県内企業向けアンケートを実施しましたと。で、その時点はですね、まあ、ほとんどでエネルギー、原材料価格高騰の影響を受けているにもかかわらず、まあ、半数の企業が価格交渉できていないという状況です。まあ、今、ちょっとまたアンケートを取ると変わってくるのかなとは思いますけれども。 えーまあ、2月、今年の年明けぐらいの状況はそういう状況でしたということですね。で、えー、価格転嫁がで,す、ね、できない理由として、やっぱ同業他社がまあ値上げに慎重なため、自社だけの交渉が不安であるとかです、ね、まあ、発注側、企業の担当者の理解を得られなかった。 などが上が上っています、まあ、これはまあ、表層的なところでもあるかなと思いますので、その先ほどやはりこういろんな材料を持って交渉していくというところが重要かなというふうに思っております。で、まあ、一応埼玉県はですね、全国でも先駆けて、この価格交渉については非常に積極的に取り組んでいる。 自治体です、えーまあ、取り組みということで、えー、この円滑化に関する協定というのがあ一つ、まああのまあ、大野知事がですね温度をとって、埼玉県が温度をとって進めていると、まあ、県内、あるいはあ、まあ、関東の計算局を含めて、いろんなあ産業界もですね、それから金融界も含めて話を えー、こうう協定を結んでいるというとうころになりますで、まあ、目的のところは、まああえーまあ、成長と分配の好循環を生み出すべく、まあ、中小企業の賃上げを実現していくとで関係団体が相互に連携して、えー、労務費とか原材料費エネルギーコスト等の上昇分を適切に価格転嫁する機運、まあ、を醸成すると。 でサプライチェーン全体の共存・共栄、付加価値の向上を図り、県内中小企業のおよび小規模事業者の稼,ぎ稼げる力を高めることを目的としていますというふうなことです。でえーま、主な取り組みとしてどういうことをやっているかというのが、まあ、3つあります。えー、ま価格転換の状況に関する情報収集と発信、まあ、先ほどのアンケートとかですね。 それからまあセミナーなんかをこう年明けぐらいにはやってました。それから2つ目が価格転嫁の円滑化に関する支援情報等の周知。ということで価格転嫁の円滑化に関する支援情報等の共有、SNS 講習会セミナー等を活用した県内企業への周知を今、一生懸命しているところです。 パートナーシップ構築宣言の、えーまあ、登録の促進ですね。県内企業への周知を通じた認知度の向上、宣言企業に対する追加的な支援策の検討。これをやってい、えー、ます、あ。で、皆様の事業者様のところにもですね、えー、先月くらいからですね、県の方で、えー、約、まあ、4万社、あまあ、この 価格転下に関するお手紙が入ってるかなと思います。いろんなま支援情報を含めたですねチラシを含めて発信をさ、えー、しているところです。またですね、えー、まあ、パートナーシップ構築宣言の登録なんかもですね、えー、するということを意識目やっていただいているというところになります。 であもう少しちょっとパートナーシップ宣言の、まあ、登録サポートというところをお話しさせていただきたいと思います。えー、まずこの登録サポートという,というのをですね、まあ、私があ、まあ、所属してます、中小企業診、埼玉県中小企業診断協会というのがですね、まあ、あの埼玉県の、まあえー、より委託を受けて、えー、いろんな、えー、登録に向けてサポート、 をしていますでパートナーシップ構築宣言のまあ概要を説明したり、パートナーシップ構築宣言の登録サポートする、それから課題価格転嫁にかかる課題等のヒアリング、行政の支援策、宣言企業の優遇措置のご案内をしているところです。今現在、埼玉県は、ね、1719社が登録、今日まあ今日の朝時点で,で、ね、1719社。 の登録がしております。ですから、ここら辺ですね、えーまあ、後ほどちょっともあご案内しますけれども、えー、積極的に、えー、参加していただけるとおよろしいかなというふうに思っております。で、今、その、どういう、当、えー、協会というかですね、埼玉県中小企業がしている、えー、そこに価格交渉に役立つ伴走支援としてですね、 これ、いわゆる価格転嫁に関する価格交渉のノウハウ等をです、ね、伴走型で無料で実施しています。これは、まあ、あの簡単に言うと県の施策ですので皆様から費用を取ることはなく診断士、中小企業診断士がお邪魔してこの登録の支援をしていただくと、させていただくと。 それからその先の伴走型支援ですね。実際にじゃどうやって価格転嫁をしていくかっていうですね、えー、話をまあ個々の事情に合わせてえ支援させていただくという形になっております。で支援対象としてはパートナーシップ構築宣言で、えー、まあえと宣言をしている県内企業という形になります。 もしまだ宣言を登録していない企業で,です、ね、このパートナーシップ構築宣言の登録をも支援していただきたいと、支援してもらいたいという希望される場合は、こちらの登録サポートも実施しているというところです。 支援内容、そこの下に書いてあります。中小企業診断士が支援を希望する企業を訪問して、価格交渉における課題の洗い出しから改善策の提示までを伴走型、これ2回になりますけれども、させていただいておりますで。その際にですね、県の価格交渉支援ツールの活用方法や適切な価格転嫁のためのコスト管理方法、原価計算方法ですね、 なんかも価格交渉に必要なノウハウを提供していくということをしております。で、えーまあ、あのまだ、えー、県の方で、えーまあ、具体的な発表はしてないんですけれども、えー、いわゆるですね、価格のシュミ収集のシミュレーション診断というのをですね、今、あの えー、県の方で用意していただいている、要は自分の会社が価格転嫁しないとどういう状況になるかとかですね、そういう話をこう今、準備しているところです。ちょっとこのあとまた説明もさせていただきます。まあ、いずれにしましても、この今、価格交渉に役立つ伴走型支援というのをです、ねえー、そこの一番下のところ、連絡先、埼玉県中小企業診断協会。 まあ、価格転嫁窓口で、電話ものお、えー、入っております。で、月曜日から金曜日、10時から16時という形で、電話いただければ、まあ、そこのまずは電話相談、それでそこから、えー、と派遣、えー、をお、要請を受けたら、派遣のお手配までするという形で今、進めてますので、えー、ぜひ皆様、あのご、えー、 こちらのですね、えー、相談を少しでも何かこう疑問とかやり方について分かんないことがあれば、相談いただければ対応しますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思っております。はい。で、えー、とあと今、あの今日中田先生の話もありましたけれども、 価格交渉の支援ツールというのを埼玉県ではホームページ上で公表しております。こちらもですね、まあ、全国の自治体には先駆けて、これだけのこう支援ツールというのをですね、まあ、原材料価格の推移を示す資料を出していると。 いうことです。で、もともとのこのデータの元に関しましては、一番最初にちょっとお話しさせていただいた日本銀行の公表データに基づいてますので、えー、これは間違いがない、正確性が担保されてるという形です。で、えー、どなたでもお使いいただけるように表、表、えー、計算ソフトを使ってますよという形になってます。まあ いわゆるエクセルですね。エクセルでできるようになっております。で、これもちょっと今、えー、画面でちょっとご、えー、お見せしたいと思います。えー、こちらは今あの、県のホームページになりますけれども、価格交渉支援ツールということで、これ、あの頻繁に更新されていきます。 こなんでかというと、その時々のいわゆる物価のデータを更新しているという形になっています。だから基礎データは毎月中旬ごろに更新してますよと断りがありますけれどもですね。一応、マニュアル等もありますので、このマニュアルを見ていただけるといいんですが、例えばこういうもうある程度の業種については、えー、すでにそれがすぐこういうですね。 今、ご覧いただいていると思うんですが、高騰状況ということで、飲食料品、卸売業、例えばですね、今、これを出してみました、令和5年9月現在ということで、例えば酪農品は、令和2年1月からだと10.7%アップしてますよ、パン類は10.9%アップしてますよ、菓子類は11.2%アップしてますよ。 まあ総菜、寿司、弁当10.4%アップしてますよと。えー、それから、清涼、塩料水もアップしてますよ。食、ま、肉、あえー、あと、事業、医療、電力ですね、輸送費、人件費、こういう形でもうお、えー、必要な該当する業種があれば、そのままクリックする,てすると、こういうデータ、資料がすぐ出てきます。これを、えー、印刷して、 えー、いわゆる価格交渉のです、ねえー、材料に、えー、していただけるというものです。ですから、ぜひです、ね、こちらもあのどんどんお使いいただけるといいんじゃないかなと思っております。えー、もう一度繰り返しになりますがいろんな業種、ここにです、ね、もうある程度の業種が入っております。当てはまれば、もうこれ、このまま建設業であれば、建設業ですね、すぐもうこういうふうな形で。 軽、えー、油36.5%、生コン 33%,、えー、こんなすごい交換なんかもね40%、亜鉛とかプラスチックの銅線とか、鉄くずはもう100%ぐらい、倍ぐらいに上がっちゃってるよと。こういうようなデータがすぐ出てきますので、ぜひこれはですね使っていっていただきたいなというふうに思っております。まあ、他にもいろいろこう製造業関係、プラスチック 繊維工業等がありますでマニュアルもこうついてますので、えー、これを見ながら、えー、それぞれもっと細かいです、ね、品目について調べたいということであれば、これも使えますので、えー、ぜひ一度、このサイトを入ってみていただいて、えー、使えるかどうか確認していただけるといいかなというふうに思っております。 で、えー、一旦ちょっとまたこれ画面をこう変えますけれども。で、えっ、ー、と、これまだ今日の時点では、えー、入ってない、あの、ホームページにアップしてないんですが、今、県の方では、えー 価格転嫁シミュレーターです、ねえー、を、まあ、実際にです、ね、自社の決算書等のデータを入れて価格転嫁できなかった場合と,あと価格転嫁できた場合のシミュレーションができるような形で今準備を進めています。えー これはあくまでもアウトプットのちょっとイメージなので、実際にできてから見ていただけると助かりますけれども、では簡単に言うとですね、えー、と自社の決算書をこう入力する画面がありまして、そこに入力をしていくと。で、価格転原材料等の点高騰の率を入れたりすることによって、価格転嫁がされないとどれくらい利益が下がってしまうのか。 でじゃあ原価が上がったから、じゃあ価格転嫁をしていこうというときに、価格転嫁のです、ね、パーセンテージをいろいろ入力できると。そうすることによって、自社の今後のです、ね、価格転嫁後のシミュレーションが診断できるというものになります。ちょっとまああの来月早々くらいに、い、まあ、あえる えですね、まだ、えー、完全なものではないかもしれませんが、今準備しているというところになります。えーまあ、ぜひあの期待してお待ちいただければというふうに思っております。はい。ちょっと次のおところになりますが、えー、じゃ実際にですね、えー、価格を改定したいとき、先ほど、あのー だえら、ー、いからいえる、うん、口頭のデータ、これデ、データだけ持ってっても、なかなかこう担当者、相手方のです、ね、担当者あ、あるいは逆にこっち側が発注者の場合も、やはりデータだけ持ってこられても困っちゃうよという話もあるかなと思います。ですので、ぜひ依頼書をやっぱ作るべきかなと思っております。先ほどね、中田先生もおっしゃってましたが、依頼書をこういう、まあ、例で出しましたけれども、 こういう依頼書を作って、ぜひお願いしますと、えー、いうことですね。えー、まあ、あのー、〇〇〇まるまぁ、価格値上げの件として、えー、まあ、依頼であるとか、まあ、名刺をつけて、えー、ですね、で、えー、具体的に、中断に書いてありますけど、さて、このはまは〇〇の価格改定に関しては、ね、やはりご通知いたしましたと。記者もご承知のとおり、〇〇は、えー、まぁ、あ、何年間、 価格は駆除してきましたと、しかしながら昨今ですね、まあ、いろんな物価の高騰で、まあ、当社の企業努力では、関東もしがたくこのままの価格を維持すれば、まあ会社の、会社の継続も危ぶまれるまでになっておりますと、よってまとことに勝手ながら、まあ、価格改定のお願いを申し上げる次第ですと。 で、つきましては、原価上昇分として、えー、納入価格の〇〇程度を値上げさせていただきますよう、ご検討願いますと。このようなですね、えー、と、依頼書を作って、まあ、プラスエビデンスをですね、つけてよ持っていくといいのかなと。要は、あの、担当者、相手の担当者も、こういう依頼書がないと、おそらく社内の臨議に通せないって話ですね。えー、まあ、口頭で言ってもらう。 のあの事情は分かりますけどって話になっちゃうと思います。要は自分で作んなきゃいけない、担当者は自分で作んなきゃいけない。で、自分で、えー、と依頼文を、あのいろんな、ね、取引先の依頼文をこう作るっていうのは、まあ、簡単に言うと文書の、ね、偽造にもなっちゃうので、えー、ぜひこういう依頼書を、えー、自社で作って、えー、持っていくといいのかなと、えー、思っております。で、えー、ちょっと下のところの吹き出しなんですけれども、 1、えー、一つ、えー、と考えておきたいのは、今、あの先ほど、いわゆる鉄とかそういうもの、非常に上がってますけれども、これ、当、ま、面、あまあ、は落ち着くことはないと思うんですけれども、落ち着くときもある可能性はあるんですね。そのときのために、まああのえー、原材料価格の、まあ、変,動変動スライドでやっていきますと、要は値段が下がったときは、その分また下げますというようなことも。 話とととして盛り込むといいのかなとそうすると価格交渉もしやすくなるんじゃないかなと。要は今、もうこういう物価高騰の時期ですから、まあ、もう上げてもらわないと、逆に言うと、ちょっと非常に会社の経営も困難になっていきますが、上げてもらったゆく先々で下がった場合には、またあのこの恩を忘れませんというような話かなと思っております。 製造業とかですね、取引先があるところ、えー、いわゆる B2B B の企業はこういう形で依頼書を作っていくといいのかなというふうに思っています。続きまして、えー、じゃあ一般のですサービス業であるとか、例えば飲食業の方、えー、はどうしたらいいかなということで、えー、ですね。 まあ、あのー、今度いわゆる B2C という形になるかと思いますけれども、いわゆる一般消費者が取引先になるので、えー、まあ、あのー、まあ、ホームページとかもあるかもしれませんけれども、来て、まあ、貼り紙などで価格改定をお知らせ、えー、する形になるかなと思っています。まあ、その、そこのお時のための、まあ、あの、えー、お知らせ、 というような形でそこを書いておきました。まあ、いつもご利用ありがとうございますこの度当店では昨今の所物価高騰により、メニュー価格を改定することになりました。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げますと。で、改定後の価格は下記のとおりです。ですね、改定日はいついつから。で、なりが7円、ね、いくらになります。で、今後とも当店をご,ご愛顧いただきますようにお願い申し上げますと。 いうようなですね。書きぶりで、えー、まああの貼、えー、店内に貼って、えー、お知らせするといいかなというふうに思っています、えー。ただしということでちょっと下の吹き出し書いてさせていただいてますけれども、やはり消費者ってすごいま値上げ敏感です。で、えー、まあ、上げると基本的には客数減少させる危険性もあるということも考えられます。 ですので、そのためには今まで以上の価値のあるメニューに変えるなど工夫することで、客数を減らすことなく価格改定、望んだ方がいいかなとで。客数減らずに価格改定が成功すると、売り上げ自体は伸びていくということになりますので、それはえー、っといろいろこう検討して、この価格改定に臨んでいくといいかなというふうに思っております。はい で今、ちょっとこの価格交渉のちょっとまとめになりますけれども、えー、実際の価格交渉には今お店、今お話しさせていただいた依頼書ですね、と価格改定の根拠となるデータですね、これをワンセットで持っていくということで、価格交渉に臨んでいく形がよろしいかなというふうに思っています。 まあぜひですね、ここら辺をちょっと進めていただければいいかなと思っております。で、えー、まあ価格交渉、あえー、まあ無事、なんとかあまあ思い通りになった、思い通りにならなかったというケースもあるかと思いますけど、できました。というふうになって、まあ、そこでちょっと安心してはいけないかなというふうに思っております。で、まあ、価格交渉後に向けてということで、 まあそこをまあ価格交渉が成功した場合はまあ利益の確保が可能になりますと。で、えー、また人件費の増加を見越した固定費の上昇にも対応できる可能性がありますと。えー、またま、利益をです、ね、さらに上げるために提供する価値を考えましょうということですね。 さら、まあ、なる品質向上に挑戦したり、新たなサービスを付加したりすることで、将来にわたって利益を確保していくようにしましょうということで、そこちょっとあの図を書いておきましたけど、今回、えー、実際にはですね、えー、先ほどあの収支シミュレーションという、この後出てくるものをご紹介いたしましたが、えー、これ、返事者のですね、えー、いわゆる決算書 特に損益分岐点、あごめんなさい、えー、損益計算書を見ていただいて、その損益計算書の中身を変動費と固定費というふうにです、ね、分けてい、えー、って考えるとよく理解できるのかなと思っております。まあ、変動費というのはです、ね、そもそも売上と連動する費用ですね、ですから原材料であるとか、直接売上を上げるために、売上を上げると当然、あの 率としては同様に上がってくるもの、まあ、原材料とかですね、えー、なりますね。製造業であれば原材料、それからまあ外,、まあ、外注なんかもあの売り上げ、常に外注使っている場合は外注先なんかもそうですかもしれませんし、いわゆるあのもう製造だけに関わる従業員ですね、なんかも変動費になるかなというふうに思っています。逆に固定費ですね。 固定費っていうのは、売上と関係なく必ずかかる、いわゆる売上ゼロでもかかってくるような、まあ、従業員さんが固定的に給料を払ってる方がいらっしゃるんであれば、これ固定費になるという形になります。ですから、これ今後、先ほど一番最初、今後日本経済のちょっとお話を若干させていただきましたけれども、労働不足であるとか、賃金がこれからどんどん上がってきますと。 いうことを考えると人件費はもう上がっていくまいきます。で固定費も上がっていきます。まず今回価格交渉によって変動費部分を上げてもらう。で、もし可能であればその人件費も見越したところのこと固定費が上がる部分もそう想定して上げてもらうと。 でそれがちょっと価格交渉の時できないと、結局はここ真ん中のところを見ていただけるように利益が減少します。ですから、ぜひ今回は価格交渉ですね、変悪くて変動費部分、えー、可能であれば人件費の増加部分も、もう価格交渉していくということをしていくといいかなと思います。まあ、えー、一番下3本目のところ、価格交渉ができた場合という形で、まあ、変動費と固定費。 が増えて、当然、利益も上がっていきますよ、という形になっていこうかなと思ってます。で、えー、こちらの、まあ、えー、さらなる、えーまあ、価格交渉後ですね、やはりどんどん、こう、事業は継続していきます。そのために、まあ、さらなる付加価値を向上する、ということを考えると、まあ、自社だけ、まあ、あの、 おすごいキャッシュリッチですね、現金がものすごくありますっていう事業者様はあも含めてですけれども、いろんな今あの、国の政策で補助金が出ております。そこ書いてあるだけでも、事業再構築補助金、ものづくり補助金、まあ、小規模持続化補助金、こういうですね、大体、えーまあ、下は50万、上は数億。 なるまで補助金というものが出るものもあります。それから、あと県の補助金もあります。まあ、そこに埼玉県原材料価格高騰対策支援事業ということで25万から750万。まあ、補助率は2分の1ですけれども、こちらの先日、えー、募集をして一旦締め切りになりましたが、あここでまた第2次募集という形で、 えー、この原材料価格高騰を受けて、それに対して例えば設備投資をして、えー、効率よく生産できるとかですね、そういうことを目指した補助金も今出てきていますので、えー、そちらも使われる、えー、検討してもいいのかなというふうに思っております。で、まあ、いずれにしましてもですね、価格交渉後のこともまあ考える。 時にですね目標をまあ立てていくのがいいかなと思っております。やっぱり価格交渉でき,るでできないのちょっと大きいファクターはですね取引先が多いか少ないかもあります。取引先が、まあまあ、数社ぐらいだとどうしてもこちらの方が立場が弱くて価格交渉がしづらいというのが実際現実的ではないかなと思っています。ですのでえーまあ えー、この価格交渉後に何をもざ目指すかって、まず一つはですね、取引先をもっと増やす、複数社ですね、多く増やしていって、いわゆるこちらの立場を強くするということをやっぱり検討していっていただきたいなというふうに思っています。えーまあえー、いわゆる販路開拓をどんどん進めていかなきゃいけないって形になりますが、今、まあ、海外販路ですね、なんかも、まあ ニッチなものは武器としてあるんであればそういうものもどんどん検討していって,きていただきたいなと思います。それからあと大事なのはやはり付加価値をなんとかつけることで低価格戦略からをこう脱皮していくと。いわゆる価格で勝負っていうのはもうこれから難しい。 価格が高騰していくという世界では、やはり、えー、もう価格をこうどんどん上げていくスタンスにも、えー、していかないと、やっぱり会社の継続難しくなると、その時にですに、ね、無理に低価格をです、ね、戦略として取っていくというのは非常に、えー、難しいなと思っております。 でじゃあ,、まあ、手価格から脱皮するために何が必要か、やっぱり技,、えー、技術とかを磨くとか、いわゆる今、まあ、DX、いわゆるデジタル化ですね、いろんなものをデジタル化することによって、まあ、人の関わる部分を少なくする、まあ、人の代わりに機械ができるんであれば、えー、そういうものをおすると。 いう形ですね。そういうものをどんどんする。で、技術をどんどんアップしていくためには、先ほどのような補助金も活用してみるのを検討してみるとですね。で、まあ、あの、とはいえ、じゃあ、どこに相談したらいいのかっていうと、まあ、今日、えー、ね、皆さんいらっている川口諸行会議所ですね、川ビズとかもありますので、いろいろ相談されるといいんじゃないかなと思っています。まあ、当面、あの補助金も、おえー 続くのですので、そこら辺を非常に活用して、いわゆる技,、えー、技術、それからデジタル化、技術のこう磨いて、まあ、デジタル化を進めると、そして、えー、取引先を増やして、えー、こちらの、えーまあ、自分たちの主導権を握れるような形を取れれば一番いいかなというふうに思っております。 で最後、まあ、ちょっと事例としてそこに載せておきました。えっ、ー、と、まあ、あのー、まあ、1にも2にもやはり、えー、いわゆるエビデンスと、まあ先、先、えー、を持っていくというようなことで、意外とですね、スムーズにいったっていう声があの聞こえてきます。えー、ですので、思い切って、いわゆる先ほどから、ま、ちょっと話しますで話をさせていただいてますけれども、依頼書と、こういうエビデンスを持っていくと。 それからやはりあのその技術的なこう、なんていうんでしょうかね、えー、いわゆる議論もです、ね、やっぱ担当者とどんどん進めて、自分の会社はやっぱり技術もこうどんどん上げるように努力してますというような話をしてです、ね、やっぱ信頼を作っていくというようなことが大事じゃないかなと思っています。 であと今飲食業の場合、先ほど、ちょっと依頼書に書きましたけれども、やはりえどうしてもこれ、もう材料上がってますので、もうこれ、価格改定せざるを得ません。で、ただ、同じものをやはりあの価格改定だけすると、お客さんが、客離れが起こる可能性がありますので、 いろんなメニューをもっと変えてみたりとか、いろんなこうプラスアルファをするということをですね、どんどん,かん、えー、検討して、えー、考えていくということをしていただけるといいかなというふうに思っております。はい、えー まあ以上、ちょっと具体的に特にあの私、の話をしたかったのは、依頼書を作って、価格のそのデータを持って価格交渉を望みましょうと。それからあともう一つは、価格交渉、そこでできたから安心するんではなくて、その後のやっぱり戦略、簡単に言うとですね、戦略考えていきましょうと。自社のこうポジショニングを考えて、今後は有利,えー有利になるように。 えー、そこをやっていきましょう。で、その時にどうしても自分だけでは、えー、いろんなこうアイディア、まあ、人のですね、アイディアを借りたりするということがやっぱ重要になりますので、いろんな、えー、商工会議所さんとかの力を借りて、えー、進めていければいいかなというふうに思っています。 この価格交渉については埼玉県のですね価格交渉の伴走型支援もありますからぜひご活用ください、えー、以上になりますどうもありがとうございました山田先生ありがとうございました それでは会場の方は質疑応答を受けさせていただきたいと思います。えっ、ー、と皆様の方から質問はございますでしょうか、えー。よろしいでしょうか。それではあのー、個別にですねあの質問とあれば会場の皆様につきましてはこの後ですねあの個別に聞いていただければご対応させていただきます。また。<laughs> えー、オンラインの皆様におかれましては、アンケートフォームをお送りさせていただきますので、えー、そちらに記載いただければ、後日、えー、回答をさせていただきます。えー、最後に商工会議所から、えー、ご案内をさせていただきたいと思います。 まず本日の説明会についてのアンケートのご協力をお願いいたします。会場の方はお帰りの際、受付にご提出をください。オンラインご視聴の方はアンケートフォームを送信いたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 商工会議所では中小事業者の価格転嫁対策につきまして、本日ご講演をいただいた中小企業診断士の先生方ご所属をいただいております、埼玉県中小企業診断協会様をはじめ、川口市関係団体、また金融機関の皆様と一体となって支援を行っております。 物価高の昨今価格転嫁が円滑に進み中小企業者の皆様が利益を確保できるよう支援してまいりますのでお気軽にご相談をいただきたいと思います。それでは以上をもちまして本日のセミナーを終了させていただきます。本日は多くの皆様へご参加をいただき誠にありがとうございました。